鈴木慎之助は、日本のクリエイター及び実業家。株式会社から執行役員技術管理統括。福岡地域戦略推進協議会、シニアフェロー。プロジェクトスタジオ級取締役技術管理統括。元木テラス代表取締役社長を務めた。東京都中野区生まれ。中学生からニフティサーブにて、ソフトウェア開発活動を開始。 高校在学中にドワンゴの当時、社長川上行政と出会い、ドワンゴにエンジニアとして入社、有給を取得し、卒業式に出席。その後、プログラマー、システムエンジニア、インフラエンジニアを経験後、音楽配信サービス色メロミックスのシステムを立ち上げを行った。その後、実質開発組織として、ニコニコ動画の立ち上げを行い、マネージャー、開発部長、 ニコニコチャンネルプロデューサー、マルチデバイス事業部長を歴任。2012年4月、ドワンゴのマルチデバイス事業を分社化する形で連結し、会社キテラスの代表取締役社長に就任。2014年10月角川グループの再編に伴い、キテラスをドワンゴに吸収合併、マルチデバイス企画開発部長としてドワンゴに記任。2015年2月より、 マルチデバイスで培ったデザインの知見を生かすため、ドアンゴのデザイン部門のトップとして、デザイン戦略室長に就任。角川名称変更に伴う、CI 変更などを手掛けた。2016年より、武蔵野美術大学造形学部に在学。2017年7月、スタジオカラー、麻生塾、ドアンゴの3社によって、福岡市に設立された 3DCG。 アニメーションスタジオ、プロジェクトスタジオ級の技術管理統括に就任。スタジオと福岡市との連携強化のため、福岡地域戦略推進協議会、シニアフェローに就任。角川のアドバイザーにも就任した。2018年12月、バーチャルアニメ制作及びバーチャルキャラクターの制作マネジメント会社、リドの制作担当取締役に就任し、 ディドが第一番アニメとして手掛ける2019年冬の MX アニメバーチャルさんは見ているの制作プロデューサーに就任することも発表された。2019年4月、本人の Facebook にて、スタジオカラー執行役員技術管理統括、並びにプロジェクトスタジオ Q の取締役就任が報告された。ありがとうございます。